おはようございます。ジリアと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。デパートに行くとほぼほぼ必ず見かけるのがウォーターサーバーの宣伝。あれで本当に集客できているかどうか、私は、はたはた疑問なんですけど、ウォーターサーバーの、なんだろうな、ティッシュ配ってる人いるじゃないですか。まあ、あの人も多分ノルマ制だと思うんですよ。やっぱ、ポスティングみたいな。なんか、あるじゃないですか。あれもノルマ制なんだろうなと思いながら、私は断ってます、全部。ただ、いいかもなんだろうなと思われてるんだろうな、自分って。多分、オタクだから。自分みたいなオタクタイプって、なんか、いいかもだと思われてるのか知らないですけど、やたらひっつくく声かけてくるんですよ。でね、そういうことする人ってね、だいたいね、イケメンなんですよ。今回使う武器はこちらです。狩猟の爪。またマイナーなものができましたよ。ゾンビ系特攻を持つね。爪なんですけど、まあ使われません。お供を紹介します。怪しい影とエビルスピリッツです。なんか不気味な奴らが揃えました。相性はない。なぜこのチームに至ったのかって言いますと、まあとある理由なんですよね。まあ賢い方はね、まあ一発で分かってしまうんですけど、わざわざ相性を捨ててまで、これをしないといけない。ちょっと待って。お前らやりづらいな。お前ら戦いづらいな。さあ、普段まあ動画には出てこないね、怪しい影とエビルスピリッツが輝くね、回になってくれるといいんですけど、悪霊隊さん、クロスロー、1、2、セット !OK! 狩猟の爪を装備することによって、まあ暗黒とかにも強くはなるんだけど、お、いい丸、お、いいね、それ。毒でしょ?強い!マーチブレスもね、ギャンブルな技ですけど、まあ、ちゃんといい技が出れば、輝く技ではある。わしつかみ。なあちゃーんやめて、HP 低いの職業相性ないからさ、いけ闇からの使者ゴー行くぜおら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 闇からの使者っていうさ、名前はかっこいいんだけどさ、名前はかっこええねん。ただ、殴っとるだけやねん。げんこつやないか、ただの。ちょっと待って、やめ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 て、おーい、ヒヤヒヤさせてくれんじゃねえか。大丈夫かなこのチーム。戦える？一回戦負けのチームとか見たくないよ、俺。やだよ、一回戦負けのチームだなんて。狩猟の爪はね、ナイトリッチが流行った頃に、うわー、出た。やめてくれ、そのゴミ技。弱すぎる。お、あれ、決めちゃうぞ。ドルマは優秀。でも、あんま威力高くない。あー、低い威力。まあ、ちょうどいいか。あ、闇討ちだ。闇討ちだー。おら、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 おら。おー強い？いや、狩猟の爪はね、ナイトリッチが出てきた頃に流行ったんですよ、まあ。特攻として。いい特攻技としてね。流行ったっちゃ流行ったんですけど、弱いです。正直ナイトリッチに対して意味をなさないです。なんでかっていうと、煉獄客？この煉獄客が問題で、SB 使ってたのにこれを使うと地獄なんですよ。ナイトリッチにわざわざ通らない技をね、打つことになりますからね、言っちゃえば。クロスクローもね、大してダメージが出ないという。特攻とはいえど、大してダメージが出ないっていう悲しいね。おーっと、ペキレモン悲しい弱点を背負ってるんですよね。こうしたもんですよ。ねえ、私が今回何をしたいのかっていうと、何回緊張してるもんですよ、お前。ペキレモン！さあ、こっから。すべてが、闇に包まれる！お、眩しい！全然聞いていませんじゃないんだわ。頼むよ。頼むぞ、おい。
じゃあ行きましょう。必殺悪霊退散クロスクロー。ゾンビ系特攻ってのは弱かねえけどな、もうちょっとステータスも弱いからな。これこの爪ね、ステータスもそんな強くないですよ。なら使いづらいというか使いづらいわな。さあ今度はどうだ。闇に包まれる、眩しい。で2回同じことをするな、同じことをするな。さっきやった、さっきやったさっきやったんだよ。その展開719っていけるかな、719っていけるのかな。微妙なラインなんだよな割と。まあ打ってみるか、打ちましょう。この3体でないと成立しません、この技は。他のドルマ使いや、怪しい影以外のキャラでは成立しません。いきましょう。必殺操作この3体でのみ発動。これじゃないとダメとはっきり言えます、この技は。武器も指定、モンスターも指定です。行くぞ！怨念たちを我が爪に集え！そう！エビルスピリッツ怪しい空気が取り込まれていくんですね。そして、魔人の爪、一見、オラアビスハンドじゃオラさあまり聞いてないってさ、ベギラオンだってさ、これで終わりだ終わらせてやる。さあ怨念たちを我が爪に集え、ラストだ、もう一回浴びせてくれよアビサウンド。そうだから、この取り込まれるっていう関係上ドルマ使いが他のじゃダメなんですよね。さあ行くぞ、魔人の爪、よっくりと、よいしょ、せーのって、よいしょ、オッケー。一つ間違えば負けになってたけど。ん？ん？ブオーンダメだよ、ブオーン。こんなのできちゃう。何しに来たの？まあ、そりゃそうなるでしょうな。なんで出てきたの？何しに来たの、ブオーン。あ、もしかしてさ、俺たちの足りない HP を補いに来てくれた？そういうことか。マイボーン！その願いを聞き受けですね、なんと我が軍に3体の悪魔、過去獣も参戦ということでですね、なんと、アンクルホーンたちが、そうか、HP が少ないもんね、確かに。食が足じゃないから。その HP を補うためにやってきた、ブオーンの登場です。さあ、行きましょう。前へ、ブオーン！さあ、相手にするのはですね、まあ、まさに、この背景にふさわしい、おでぶちん同士の熱い戦い。暗黒に見入られた者は暗黒神の使いとなる。あれ？じゃあ、それじゃあ俺たち生贄？さあ、狩猟の爪を持ってね、ラプソーンに挑みたいと思います。完全に生贄になりに来たじゃん。俺たち。さあ、始まりましたよ。ここは一旦目にもうマジックに貼っちゃいましょう。さあ、問題はだ。こいつらが打点取れるかどうかって話なんだよな。打点取れっか？少なくともエビルスリーって怪しい限りは、ラプソンに対して有効打を持たないんですよね。で、お前もだよ！何してんだよ！暗黒神に煉獄客なんて打つんじゃねえ！なんで暗黒技、なんでこれ暗黒含んでんの？普通の火炎客でいいんだよ。おー、大丈夫か？大丈夫か？大丈夫か？毒まで裂いた。毒まで、毒まで、毒まで。よし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 。オッケー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 。やるかもしれん。来た！さあ、HP を補うために、来たぞ！腕を、おら！無造作に腕を投げ払う。
いけ、ブオーン、よいしょー、いいねー。足りない火力はこいつとか補ってくれるかもしれない。あー、そうくるかー。マジックバリは消えました。マジックバリは消えました。まあそうか、トントンだな。そうすると全てが闇に包まれる。闇討ち眩しいぞ。暗黒、おら暗黒神ラプソンも眩しいだろう。うわー、ドルモン、あ、ドルモンなら大丈夫じゃない？だってこっちは怪しい影とエビルスピッツ。で、悪魔のブオーンですからね。まあ、それは大丈夫でしょう。さすがに。よし、ナイスゴー。これでも普通に戦えないんだよな。こうなっちゃうよな。だって暗黒神にさ、ドルモンぶち込めねえもん。暗黒神にドルモンぶち込んだところで、結果が見えてんだよ。呪術の戦国は、邪悪を滅する、行くぜ、クロスゴー。仕掛けるのは3ターン目かな。まあ、いけ、何が飛び出す、それダメー、それダメだって。何守備力わざわざ一手で下げなきゃいけないのよ。いけ、闇からの飛車いきます。さあ下から行くぜ、げんこつげんこつげんこつ、ほら弱わ弱わ、第3の技か、本当にこれ、本当にこれ第3の技なの。信じられないぐらい弱いんだけど。痛いなぁ。きつい。ドルモンあるか。いや、でもきついなぁ。ドルモンのダメージも結構なもんだったぞ。意外と。わぁ。HP の低さをブオーンでカバーしてるとはいえ。そして火力のなさもブオーンでカバーしてるな。多分ブオーンの方が優秀だな、これ。俺らよりブオの方がさ、優秀説ある。あ、まあここでつばぜりゃいいよ。やるしかねえな。いきます、2秒で止めます。ここで勝たないと絶望やな。火力もないし、 OK、 悪くない悪くない悪くない、悪くはないだろう、悪くはないだろう。相手の攻撃、とどめ、とどめ、まずとどめすら撃たれないんだけど。とどめ撃たれる前に負けちゃう。消極処分されちゃう。頑張れ、ああ、いや、俺がつばぜり勝ってるなぁ。一つの疑問が生まれたんですよ。もしかして今回の動画ってボツレベルで弱いんじゃないかって。ただただ魔人の爪を発動させたかっただけなんじゃないかと。ただただあのアビスハンドを見せるためだけに今回の動画を撮ったんじゃないかと思われるために思われてしまうんですよ。なのでブオーンと直接対決します。さっきの戦いどっちが先般だったか、まあ、んなもん、わかるんですけど、見りゃわかるんですけど、ぶっちゃけ言うと。あー、煉獄客が通る、煉獄客が通る、煉獄客が通る相手だ。さあ、削り合いです。まあ、向こうはでも、ね、HP3000 だからな。あー、まあ、ドルマこんなもんか。さあ、闇からの下行きます。泳いでいく、行くぞ、ブオン、ふぅ、グーパンチ、グーパンチ、グーパンチ。微妙なダメージやな。さあ来るぞ、ゴーアン一戦なぎ払う、うお、避けたー、避けちゃったー。こっちには回避率あっからな。まあいった、まあ打撃耐性の上からそんだけだら、まあでもそこそこ出てる方か。普通に殴り合います、今回は。でもどうなんだろう、どっちが先輩だったかっていうと、まあまあ、んなもんつばぜりさーとか言って負けてた俺なんですけど、間違いなく。先輩率は明らか俺の方が高いな。さあ、闇討ちが眩しい、あ、聞いた、これはでかいんじゃないか。一手で相手の一手を潰すっていうの点では、悪くはない。ま、投げ張るわ、ドン当たらない、お、
もうお前の方が千番だったんじゃないか、もしかして。自分のミスをなかったことにしようとしてるぞ。俺今自分のミスをなかったことにしようとしてる。まあこれで勝っちゃえばね。いや、最後は綺麗に決めたいな、んで。互角。まだまだ互角の勝負やな。最後はあれで決めてやりてえな。こうなると。いけ！悪霊退散！クロスクロー！よいしょ！よしよしよし。さらに、ドルーマが、ブオーンが遅すぎて、基本的にこっちは先制するね。必殺技も大丈夫そうだ。ただ、闇討ちで爆発。あー、普通の引っかきか。あ、706やったらワンチャンいけるか？ 706 でしょ？いけんじゃね？投げ払う。おー、避けるんだな、これが。避ける、避ける。避ける、避ける。よし。じゃあ、行きましょうや。とどめと行こうか。じゃあ、とどめと参りましょう。これで終わりだ。もう、アビスハンドというものをご存知かい。行くぞ。怨霊二人。我が爪に集え！魔人の爪だったか！てか、こいつの本当の技は。なんか俺、なんか絶対違う技言ってたよね。魔人の爪を喰らえ！叩き潰せ！せーの！よいしょ！あー、耐えてるー！あれ？勇気貯めたよね、今。私は勇気を貯めました。ということは、ブオーンが、ここで決めないとダメです。ブオーン！ブオーン！ブオーン！やばい、ブオーン！ブオーン何にも悪いことしてないのにね。